どうもシャルルです。はい、ザスポクサス群馬の選手遺跡に関して語らず回るようにやっていきたいと思います。はい、まあこの動画は基本的にはまあ選手の契約、まあ出てく入ってくなりに関して、まあ出てく選手だったらちょっと一言だったり、まあ感謝の気持ちを伝えたり、まあ新しく来る選手だったらどんな選手なのかなってちょっといろいろ探りながらどうだったら合うんじゃないかなって感じの言葉を言っていく動画になっておりますが、今回は選手遺跡ではありません。ごめんなさい。多分タイトルは嘘つかないようにしてます。まあタイトル嘘つかないようにしてますけど、するつもりですけど、まあ行ってみたいと思います。はい、ということで24シーズン大槻監督の、続投が決定ということでありがとうございます。とりあえずね、まあまず第1番の補強で、まあ一安心というところですかね。本当にありがとうございます、大槻さん。来年もよろしくお願いします、まずは。はい。まあ、ここからどんどん選手の契約とかも出てくるでしょうし、まあ、その辺は、ね、楽しみにしていければなと思います。まあ、エンブレムも、この辺もね、左上に、なんだ、新しくなってて、とてもなんか、来年に関して、まあ、いいスタートを切れるような感じを感じさせてくれるような、まあ、画像になってるかなと思います。まあ、とても大槻さんらしいというか、ね、CD とか拍手とかね、そのなんだ体育の教官みたいな体制も取ってて、個人的にはかなり好みの画像の1枚であります。はい、まあ、とりあえず本当に一安心、まあ、第1番の補強かなっていう気もします。皆さんはどうでしょうか。まずこの選手だったり、まあ、好みの選手だったりとはいると思うんですけど、まあ、やっぱり大槻さんあってのこの23シーズンだったと思うので、まあ、そこはみんな揃って感謝しないといけないのかなと思います。はい、まあ、それで来年もエンブレム、が変わったり練習場ができたりって新しいことだらけですけど、まあ、戦い方は変わらずに、はい、それでも新しい景色はみんなで見れるように、まあ、力を合わせて24シーズンは戦っていければなと個人的には思ってます。はい、うん、あとはあれだね、どんな選手が残ってくれるかっていうところであります。はい、まあ、今のところ6人が、対談というところで、まあ、ある程度入ってくる選手も計算できてるんでしょうけど、まあ、それで大槻さんのところは守備が、まあ、第一であるんで、まあ、その辺がうまく選手が残ってくれれば本当に攻撃に、まあ、全振りっていうか、ね、うん、その今年の大きな課題だった得点力不足、まあ、失点も、ね、最後の最後では崩れてしまいましたけど、まあ、得点力不足っていうのが、まあ、課題に、まあ、第一に挙げられると思うので、選手、守備の選手たちが、まあ、白輪とか酒井とか中潮がね、まあ、大きく残ってくれれば、まあ、ある程度計算できる戦力にはなってるのかなと思います。まあ、そこから、まあ、その辺のラインを崩す、まあ、スタメン争いに出てくるような選手たちももちろん歓迎ですし、まあ、それが大槻さんが、まあ、どんな選手、大槻さん強化部含め、どんな選手を取っていってくれるのかっていうのを、まあ、今から楽しみでありますね。はい、まあ、J1 とか J3 が終わってないので、まあ、その辺が終わらないと多分選手の契約、選手の移籍自体は発生しないのかなって思ってます。どうなんでしょうか。そうだね、なんか本当に何チームか選手の契約更新見たけど、やっぱりそのクラブの選手を象徴する選手だったりっていうのがやっぱり大きいので、まあ、こっちはあったとしても、ハジさんとか、そういうのになるのかなって気がします。はい。まあ、何が止まる、本当に全日程が、J リーグの全日程が終わらないと、まあ、選手の入ってくるに関しては、まあ、話できないかなと思います。はい。まあ、去年に関して言うと、誕生日でサプライズ的な感じで、俺が予想を当てたんですけど、皆さん知ってますか？私が予想を当てたの。はい。まあ、もういいや、自分語りやめよう。まあ、12月1日が誕生日なんでね、まあ、その辺に来るんじゃねえかって去年ツイートしたら、見事当てたもんでね。はい。ありがとうございます。まあ、今年もそんぐらいかなと思ったんですけど、思ってもない日に来ましたね。勤労感謝の日ってことで、大槻さんに皆さん感謝してみましょう。すごい早口だったね、今ね。はい。まあ、すぐに多分選手の契約更新っていうのは、やっぱりシーズン全クラブの日程が終わらないと難しいところかなとあると思いますけど、まあ、出せる選手は出してほしいね、やっぱり。どうなんだろう。まあ、去年も多分大槻さんが出てから選手の更新っていうのはどんどん出てきましたけど、まあ、その頃にはもうシーズンも終わってた頃ではあるので、まあ、それで今年はまたちょっと違う中で。で、去年も俺話したかわかんないですけど、感謝祭の前に出てきたのは、その、高大さん一人だけだったもんですから。で、あれだね、今年に関しては、まあ、いろんな選手が出てきてる中で、ちょっとまあ、広報が多分変わったんだろうな。YouTube も、X も、旧 Twitter もね。
なんで、だからちょっと流れとか変えてるのかなと思います。まあ、経営方針に関しては広報でどうにかできる問題ではない気がしますけど、まあ、広報も少なからず関われると思うので、まあ、どんな感じで出してるのかなっていうのは、なんか法則とかあれば面白いんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、大月さん、今年は本当に1年ありがとうございました。自分も含め多分多くのいい景色、いい夢を見れた選手、まあ、サポーターが多いと思いますけど、来年はその夢を起きて見れるように頑張っていきましょう、ともによろしくお願いしますって感じで、はい、夢とは起きて見るものですからね、そのままあれだからね、理想のままで終わらせちゃいけないもんですから、みんなでできることはね、俺もまあ YouTube もね、来年はちゃんとやります本腰入れたいなと思うので、はい、まあもしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画も、オフシーズンもこのまま動画出してて、今23シーズンの総括をちまちま進めてるので、まあそんな贅沢なもんではないですけど、できるんで、進めているので、もしよろしければ、ご視聴よろしくお願いします。はい、ってことで、はい、よかったら高評価、チャンネル登録、2度目ですけどよろしくお願いします。大月さん24シーズンもよろしくお願いします。じゃあのー。